行きましょうか。はい、はい、では行きますよ。お、じゃあまっすぐ前に。クリープ現象がある。そうです、普通のガソリン車から乗り換えた時に違和感がないように、うん、作られてますと。右に曲がっていただいて、はい、信号があります。そちらを左に曲がっていきます。お、スーッとね、車が加速ですね、走ってくれると思います。その辺を確認していただいて。すごい、全くこれ今パッと乗っただけですけど、はい、エンジン、まあ、普通のレシプロエンジンの車とフィーリング同じですね、はい、そうですね。CVT に近いっちゃ近い感じですね。そうですね、それよりも CVT だとやっぱり多少のそのエンジンが回ってそれが伝わるそのラグがあるんですけど、それが全くないと。確かに、もう本当アクセルペダルに対してリニアに車が動いてくれる、これが本当にリーフの特徴ですね。じゃあ左に曲がっていただいて、右車線です。最初の信号を右に曲がっていきます。やっぱり静かですよね。静かですね、はい、すごい静かなので速度感がね結構、うん、いや思いのほか出てますね、そうなんですよ、加速がいいですね、はい、スポーツカー並みの加速かもしれないですね、これね。だいたいこれ109馬力ぐらいなんですけど、トルクの出方がですね、特徴あるので、はい、特殊なのでやっぱりモーターの加速は。これでも車重1トンないぐらいですか？ですね、そう思うでしょう、はい、実はでも1500キロあるんですよ。そんなにある、まあ、まあやっぱバッテリーですか、はい、もちろんバッテリーそこそこ重たいって重たいんですけど、はい、それだけじゃなくてそのボディの剛性であったり、あ、高めてるんですか、その安定感とか、まあ、世界中で売られる車ですんで、うん、まあ、いろんな環境下でしっかり走れるように作られています。いやでも全然これ車重感じませんね、はい、僕だから1トン切ってるぐらいなのかなと思うぐらいの加速だったんですよ。はい、ありがとうございます。サイドブレーキを引いてみます。これ引いて、はい、で解除しなくていいです。うん、で青になりますんで、うん、ブレーキを離すと進みません。でアクセルに足を乗せます。そうするともう自動で切れます。あ、本当だ、はい、坂道なんかでこういうの使いますね。じゃあ行きましょう、左です。左、はい、すごいです。もうなんかこのナビに乗ってる人に僕は操られてます。感心しっぱなしです。いやいや、動かし方は一緒なんですけどね、電気にしたことでメリットができることが、はい、増えましたんで。確かにそうですよね。